なんか湿度がないよね、しかも。そうですね、あのヒューミディティが全然ないから、はいはいはい、もうパッキパキで寒い感じがして。ソウルって全然寒い街ですよ、ね、うん、もうロシアより寒いかもしれない。あ、ロシアより寒いんだ。そうかもしれないですよ。あ、こっち、じゃあ、お手洗い面白い。この辺かな、おでんやってますね。はい、上に行きます。今ちょっと待って。あ、了解です。大丈夫ですよ。いただきます。すごい変わってるでしょ。あー、すごいですね。これどこで、バーピアノ。ここね、うん、バーピアノ。外国の人連れてたら絶対受けると。どんな水着を売ってる場所ですか。何を売ってる場所ですか。いや、まあ、お酒はお酒だけど、すごい変わってる。ここですか。あのね、家がすごい。いやー。あー、それ残念。あー、こういう時いいのかな。こうやって小さいんですよ、面白いんですよ。めっちゃ小さい。面白いじゃん。ね、なんか、ここは入ったことないけどね。そうそう。なんかいいとこないか。入ってみます？さっきの店。そうね。そのバーピアノが一番目的だったけど。他のとこなんかスピンとくいとかあるよね。ああ、でもここは全部空港かな。ここどうなの。ここ1階もあるんじゃない。ああ、いや、かもしれんけど、まあここ入らない。多分1階の方がいいだろうし。あ、こっちがあるの。こっち、続けていろいろ。あー、すごいですね。こういう小さいその感覚がいいですね。こう、うん、そう。なんとも決めきれないけどね。別になんか徹底的にここっていうのもない。あー、どこでもいいんじゃないか。あー、ここもなんだろう、この面白いな。ねえ。面白い。店があり、あ、全然いいですよ、はい、のんべい横丁。のんべい横丁ですか。うん、そう、のんべい横丁。どこだっけ。